生命、科学が及ばぬ無限のエネルギー、今その力を恐るべき武器へと変えて何かが襲ってくる。俺だ。例のものを手に入れたか。手に入れた。今ここにある。それより本当にこれを渡せば俺を助けてくれるんだな。約束は守る。明日の夕方までにそれを届けてくれればね。必ずだぞ。体が痛くてしょうがねえんだよ。なら無駄口を叩かずにさっさと持ってくるんだな。約束だぞ。山沿いでは一時雷雨になるものと思われます。明日は晴れ間が広がり穏やかになるでしょう。天気予報終わります。やっちまった。ちくしょう、こんな山道で飛び出しやがって。おや、誰もいねえ。おかしいな。なんだありゃ。こいつはなんだか知らんが、ひょっとすると金目のもんかもしらんな。飛んだところでどんな広いものをしちまったぜ。しかし何だったんだ。確かに人にぶつけたと思ったんだがな。なんだ、おかしいな。って、お
おい、朝の新聞見たかよ。昨日の事故、ただの事故じゃないって書いてあったぜ。マジかよ。なになに、何の話？ほら、もっと気合入れかい。はい。ほら、夕べトラックが事故って運転手が死んだ。ああ、あれか。それがさ、半端じゃねえんだよ。トラックが地面に杭みたいにぐさーっと突き刺さってたんだと。しかもさ、どう事故ったってあんな風にはならないらしいんだ。何かものすごい力で地面に叩きつけられたとしか思えないんだと。クエーこれお手お前どう思う？え、あ、そうだな、きっと怪獣かなんか出たんでないの？お前のリアクションはいつもつまんねんだよ、このごめんごめん。そう、やっぱりこんなとこで遊んでた。何してんの、総務会やるのに。忘れたわけじゃないんでしょうね。あ、やばい。あ、待って水木、ちょっと待って、ごめん。じゃあそういうわけで、おい水木。なんだあいつ。生徒会副会長の瀬川瑞希じゃんか。彼女さ、ショーの幼馴染なんだって。ショーが生徒会役員ね。ところで何やってんだあいつ。初期納得。逃亡中の実験隊が昨日出没したのはこの辺りです。あの、本当にすいませんでした、生徒会長。まあ、そう気にするな、深町君。君はいつも真面目にやってくれてるからね。それじゃ、始めようか。副会長。はい、では、今日の議題を説明します。まず最初に、各クラブの予算についてですが。いつも真面目か。別に好きで生徒会の仕事やってるわけじゃないのに。なぜ立候補したのかな。動機が不純かな。畜生、体は痛ましい、ひどい熱だ。翔、今から帰りか。哲郎さん。水木はどうした。会長の牧島さんとまだ仕事だって。会長、これで予定の議題は全部終わりました。ん、今日はこれで解散。水木。え、会計と副会長、悪いがクラブ予算の整理を一緒に手伝ってほしいんだが。はい、はい。そうか。どうだ翔、今日は土曜日だ。気晴らしに森でも歩くか。工作隊はいかなる手段に訴えても実験隊を始末し、ユニットを取り返すのだ。いいか、ユニットの奪還が今回の出動目的である。繰り返す、ユニットの奪還を最優先せよ。そろそろ追ってくる頃だ。だが、こんなところでやられるわけにはいかねえ。こいつさえ取られなければ、いざとなりゃこれで。お前には面倒かけるな。そんな。あいつ、兄貴の俺が見てもいい線いってるのに、あれで男を見る目さえ。哲郎さん、俺別に水木のことそんな風に。うわっ、何照れてんだよ。探したぞ。
こへ行こうってんだ。え、モルモット野郎。モルモットだとふざけるな。俺の体をこんなに仕上がって。出来損ないめ。さあ言え、ユニットはどこへやった。ユニットはどこなんだ。言えよ。言えば楽に殺してやるぜ、モルモットさんよ。違う、俺は人間だ。離れろ。グレゴール、下がってやった。モルモットの貴様がこの俺に勝てるとでも思ってるのか。そらそら、ドミニー。それに頼ですね。大体水木にはですね。分かってる、牧島のことは。ま、恋敵は手強いが、頑張れ。兄貴はお前を支持するぞ。哲郎さんに好かれたってしょうがないでしょ。なことはないさ。勝因とすればまず馬をって言うだろ。あ、でっけえ馬。なんだと。さあ早くユニットを探し出せ。死にたくねえ、死にたくねえ。バカな、お前はどの道生きちゃいられないんだよ。お前ら実験隊は我がクロノスを離れたら一週間と生きていられないのさ。放っておいても死ぬんだ。早くしてくれよ。体が痛くてしょうがねえんだよ。元の体に戻してやる。ただしそれを受け取ってからだ。だから言ったろ、貴様はモルモットだ。騙された。隊長、ありました。ユニットの凍結ケースです。おお、あったか。てめえらにユニットは渡さねえ。まあ、爆弾。何、ユニットは全部で3個あるはずだ。至急探し出せ。至急だ。はっ、それがどうしたんだ。グレゴールが先ほどの爆発のショックで変身機能を破壊され、戦闘形態のまま元に戻れず。おお、やあ、ダメです。脳をやられて明らかに発狂。おお、南へ向かって走っていきます。バカめ、不始末を重ね負って。貴様がグレゴールを処分しろ。重火の許可を与える。ゾアノイドは補充が効くが、ユニットはこの地上に3つしかないんだ。回収の邪魔者は消せ。貴様が処理するんだ。全く揃いも揃って困ったもんですな。心配ご無用、ユニットは必ずここに回収させる。もちろん。
信じていますよ。そう願いたいものですね。支部長からしてこのざまだ。これが日本支部の実態か。支部長。何かね。幸運を。これはさっきの爆発と関係があるかもしれん。それにしてもあの爆発は何だったんだ。おいしょ、変に触らん方が。よせよ。爆発で飛んできたということは何かの機械の破片かな。にしてもこの隙間から覗いている模様、まるで生物組織のようだ。爆弾だったらどうするんだ。あ、やばい。いてくんたらね、みずき。ん？みずきのことマジ好きなんじゃない？まさか、冗談。でもね、さっきなんかパタリと鉛筆が止まるわけ。するとみずきの方じっと見てんの。まあ呆れた、まだ子供のくせに。でもさ、みずきはあの会長のどこがいいわけ？男らしいから。まあ翔くんと比べたらずっと大人だもんね。やだみずき、赤くなっちゃって。いたぞ、あそこだ。イエスリアナ、おい。会長、自分から手伝ってくれって言ったのに、私たちにだけ押し付けちゃって。そうよ、さっさといなくなっちゃうんだから。どこ行っちゃったのかな。だってずるいわよ。用があるから、あとは頼むなんてね。誰か助けて。誰か。どうしたの急に。ちょっとお兄ちゃんの声がしたみたいだったの。やだ。隊長、邪魔者の少年をどうします。放っておけ、グレゴールに任せればいい。ことはそれからだ。重戦車並みのグレゴールと互角のパワーが。
レゴールを。待て、ユニットを全て回収するのが我々の任務だ。腰抜けどもめ、それにしても奴は何者だ。我々以外に重火兵ゾアノイドを扱う者はいないはずだが、始末をつけておかねばなるまい。俺は工作隊長ラムアだ。レゴールとは訳が違うぞ。まさかレーザー兵器。別に発信機を埋め込まれているわけではない。俺はこういう風に調整された生体兵器なのだ。貴様がいかにパワーを誇ろうとも俺に勝つことはできん。鉄郎さん、ショーなんだな。どうしちゃったんですかこれ。お前本当にショーなんだな。やだな鉄郎さん、まるで怪物でも見るような。ショー、あれは分からん、分からんが、とんでもないもんらしい。
ダイバーとなった深町翔を狙う新たなるマシン。それは翔と同じくユニットガイバーを使用した触装体ガイバー2だった。彼の正体は、そして謎の秘密結社クロノスとは。拉致された翔と鉄郎に危険が迫る。次回、氷食走行ガイバー第2話、激突2人のガイバー、ガイバー同士の死闘が始まる。